基礎弁が選ぶ俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙2015、略してやれる総選挙。引き続き候補者をご紹介いたします。映画新宿スワンの彼女が今までで一番可愛かったと矢作さんが言っていたが、新宿スワンを作品としてあーだこーだ言ってあげれば、この人分かってると思ってやれるはず沢尻エリカ。テレビでいつもでかいリアクションをとっているが、プライベートで会った時、彼女の代わりにでかいリアクションをとってあげれば、その優しさに気づいてやれるはず。小島瑠璃子第1回第2回ともにやりセブン入りならず、今年こそは絶対やりセブンに入りたいと思ってるからやれるはず。篠田麻里子。なるほど。誰か一人はやれるはず。王様のブランチに出てる子。そうだ、テレビ局で会った時、小木さんにラジオで名前を出してもらってありがとうございますと言ってきたらしいから、ネタにさえなればやれるに決まってる。野呂佳代。根拠はないが、今年もやっぱり逆にやれる。報道キャスター安藤優子。入ってきましたね。やっぱ安藤さん逆にいいなんですね。逆に逆にが一番似合う人でもな。どうでしょうかこのメンバー。確かにね、王様ブランチね、ブランコたちね、いわゆる、うん、そうね、うん、ブランコってね、もうなんかもうやれそうですもんね。確かにね。誰かしら、うん、誰かしらね、うん、併願試験ですよね、なんかこっちから言うたら。あとやっぱ一番そのブランチに出てる女の子の中で一番可愛いよねとか、はい、一番好きだとか言うと、はい、意外といいんじゃないですか。あ、そうですね、うん、横並びみたいなとこもありますから。そうね、さあやちゃんなんかだってデング熱の第一犠牲者ですもんね。確かにね。本当そうだ。真っ先に手つけられるっていうところあるんですよ。よくそんなこと覚えてたな。さあやちゃんがデングの最初になってたね。デングもやっぱそういう目で見てるんだね。手つけやすいんですよね、順番的には。だから小島瑠璃子のやつは、はい、あれなんですよ、いつもすごいでしょ、リアクションが。すごいです。ちゃんとやるでしょ、はい、それを、プライベートだった時には、代わりにやってあげるわけ。小島瑠璃子、うん、プライベートはいいよ、そんなことやんなくて、俺が全部そんなやるからっていうと。こっちがこう手叩いて両足上げてバタバタして。やってあげる。そうすると、だから楽してていいんだよ、プライベートはって言ってると、はい、この人は上がってくれるな。いや、このメカニズムちょっとわかんない。わかんない、結局。私にたわってくれてる。なるほど。私は楽させてくれんだ、プライベートでは。はいはいはい。大変なの知ってんだよ、普段って。うんうんうん。そういう優しさに気づいて、やれるはずと。はい。いう意味だと思います。篠田さん入れますかね。今んとこね、2回連続8位から。本人も入りたいとおっしゃってるでしょ。そう。そう入って言ってましたけども、ちょっと今年はどうなんでしょうね。でもどっかでね、やっぱ誰かとやってもらって噂が流れてくるぐらいのね。入りたい入りたい言われには努力が足りないと思う。そうなんだよ。やってないっしょ。そう。俺やってないと思うんだよね。なんか料理ばっか作って。そう。そうだね。誰かとやってほしい。ね。はい。実績が欲しい。実績が。噂でいいんですよ。噂でいい。はい。そっか、噂もないのか。噂がね、聞かないですよ。ないの。やった、やらないの。ないの。なんか、ビデオボックスから出てきたとか、そういう噂欲しい。一人でやっちゃってたからね。そうそうそう。そういうのも相手がいないんだったら。あ、篠田ってビデオボックス行くんだ。飢えてんじゃんっていうね。ね。ああ、
なるほど。ちょっと行きましょうか。サージ・レリカさんの情報入ってきてますね。うん、週刊実話さんの記事。また実話。また実話。セックス県民性を大調査。県民性。はいはいはい、県民性の性は、性、性の性ね。うん、ね、性欲の性ね、うん出身地東京都、うん。セックス頻度月22回。多いな。おすごいです。多いね。多いね。12は多いな。性感帯が、まあ、G スポットですね、これは。はいはいはい。県民スケベ度が5段階中3、うん。県民セックス傾向は、フェラ好きだということですね。うん。ねえ、今やすっかり落ち着いたエリカ様。しかし東京人らしい竿に対しての好みの、より好みの厳しさは相変わらずと。うんうん、東京人じゃ竿すごい東京人ってそうなんだね。厳しいですね。最高の、最高の可能性はゼロで経験人数だけが増えていく。うん。ってことです、ね。最高の可能性はもうゼロになってます。ゼロなんですね。同じ。ゴリゴリなのかな。週刊。同じく週刊実話さん、名機自慢選手権。によればですね、いろんな大会ありますね、やっぱり実はさんね、うんうん締まり具合5段階中1位。あら、じゃあ弱めなんですね。弱めなんですね。うん濡れ具合が5段階中3。はい。うん。悪夢回数が月8回。22回中8回。8回ってことだよね、うん、そういうことだね。はいはいはい。まだ28歳にもかかわらず、遊びすぎの可能性大。ああ、もう、だから遊びすぎて、物足りなくなってるんだね。次は小島瑠璃子さん。はい。週刊実話さんの記事。うん秋の肉キノコ狩り事情によると、好みの形はカリブト。うん、味わい方、祈祷なめ。食べる頻度。祈祷カレーですね。食べる頻度月12回。あ、じゃあそこそこ。そうですね。男性モデルとスクープされるも友人の一人と弁明。うん、特定の彼氏は作らずいろいろな種類を食べるのは小島流ってですね。流派があるんですね。小島流っていうね。うん、そんな感じですかね。ね、安藤さんもまあちょっと情報ないですね。安藤さん情報ないですか、ね、うん。あと篠田さんもないし、まあブランチもないですね。実績積んでもらわなきゃ。欲しいよ。なんかやってほしい。欲しいね。行動ちゃんとね。はい。はい。メールが来ております。ラジオネーム。クリタ・サンタ・マリア。うん。先ほど悔しがっていた週刊大衆ですが。はい。ついに、浅田舞さんのとこで取り上げられて、はい、公式ツイッターでありがとうございますとツイートして、すごく喜んでる。俺言ってます。そう。もうだから来年に向けて早く動き出してほしいですね。ちょっとね、もうね、明日からいろんな大会立ち上げて、ちょっとね、そうそう頑張ってほしいですね。今のところ実はさんに全然、そうですね。負けてますよ。はい。うん。じゃあ続いての候補者はこちらです。クソ弁が選ぶ俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙2015略してやれる総選挙引き続き候補者をご紹介いたします。夏の甲子園決勝たまたまビール片手に観戦してるところに遭遇逆転勝利で一緒に盛り上がりビールを飲みすぎた彼女にホテルまで送っていけと逆に言われてなし崩し的にやれるはず水川あさみ最高やなこれ、日村さんでも付き合えた。だから多少の金さえあればやれる。